こんにちは、アキです。とうとう来ました、台湾です。今回の動画では台湾の入国管理の様子を紹介したいと思います。コロナウイルスの影響で台湾に入国できる人は現在も限られている状況です。そして台湾ではウイルスの蔓延を防ぐために徹底した入国管理を行っています。早速飛行機から降りてその様子を見ていきたいと思います。空港の中を歩いていくと、出迎えてくれたのは防護服を着たスタッフです。入国審査の前にやらなければならないことがあるので、たくさんのスタッフが待機しています。私は今回学生として入国しているので、台湾の教育部の方が点呼を取るということで、一度同じ飛行機に乗っていた学生と一緒に集合しました。点呼の後、まずするのはSIMカードの購入です。入国審査をする前に国のシステムへの登録が必要なので、台湾で使える電話番号が必要だからです。ここでは30日間使えるSIMカードの購入をお勧めされました。システムに登録して、このような個人情報をいつでも提示できるようにする必要があります。このシステムへの登録情報をもとに、検疫場所までの移動など全部誘導してもらいます。次のステップは空港で行う PCR 検査についてや、検疫期間中に行う抗体検査についての説明を受けます。そこで簡易検査キットももらいました。これが終わるとやっと入国審査を受けることができます。荷物の受け取りについては普通でした。荷物を受け取った後は PCR 検査です。出発前に日本でも受けましたが、検査は 100% 検知できるわけではないので台湾でも行います。一人ずつ囲われたスペースに行き、唾液を摂取します。採取したサンプルを渡したら検査は終了です。あとはタクシーに乗って検疫ホテルに送ってもらいます。ホテルの場所はさっき入力したシステムから情報を見てくれるので、タクシーの運転手さんに知らせる必要はありませんでした。全身と荷物にしっかりと消毒して出発です。本当に徹底した入国管理でした。これから10日間の隔離と7日間の自己健康管理期間に入ります。ホテルの部屋から一歩も出ることはできないので辛いですが、もう少しの我慢です。ちなみに私の滞在するホテルはこんな感じです。結構いい感じ。10日間ここで楽しく過ごしたいと思います。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。